皆様こんにちは、ゴンダマンです。カメラマンアシスタントとして毎度恒例ではございますが、先生にご協力いただいております。本日もよろしくお願いします。お願いします。久しぶりの店舗取材ですね。今回はちょっと一風変わった取材ですね、うん、ここ最近フレックスの店舗っていったものの取材も行っておりませんでした。ご覧の通り今回店舗の名前が違います。今回初めてではございますが、こちらアップルと併設されております二輪に特化した店舗、スタンディさんをご紹介させていただこうと思います。実はフレックス買取事業部でこのようなバイクの販売も行っておりました。ということで初めて YouTube での公開となります。いろいろご質問やこんなもの検討中なんだけどどうなのっていったところもこちらの動画で解決につながればと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。こちらの動画のあらすじは概要欄に記載されておりますので、店舗の情報も兼ねてぜひチェックよろしくお願いいたします。それで僕めちゃくちゃ緊張してるんですよ。ちょっと今までの店舗とは違う雰囲気といいますか、皆様このような屋内スペースでございます。これ正直二輪っていったところの分野に詳しくはないので、お好きな方は本当ビンビンにいろいろと反応されてるのかなと思います。こんな感じの店内でございます。いやー、なぜゴンダマンがこちらに来たのか、ハテナマークの方大勢いらっしゃると思いますが、ちょっと画角を変えますと奥にハイエースが展示されているんですけども、こういった関係でございます。こちらに関しては後ほど触れさせていただこうと思いますので、とりあえず奥へと進んでいきたいと思います。すごくおしゃれな店舗だなとは感じてます。なんか今時の感じっていうか新しいですよね。いらっしゃいました。こちらガレージ入っていきたいと思います。こちらって入っても大丈夫な場所ですか？大丈夫ですか？ありがとうございます。お邪魔します。それでは早速スタッフさんのご紹介させていただこうと思います。自己紹介を簡単によろしくお願いいたします。はい、長野のアップル筑西55バイパス店で、はい、スタンディという二輪の、はい、責任者やらせてもらっている熊谷と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日は二輪のプロ熊谷さんにこちらの店舗についていろいろとご紹介をいただきたいと思います。早速熊谷さんにいろいろとお話伺わせていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。まずこちらのスタンディさんって、はい、その二輪って、はいろいろ幅があると思うんですけども、はい、主に、仕入れている販売している車両とかって特徴ってあったりしますか？はい、特徴はうち、まあ、僕がもともとやらせてもらってる古いトライアンフ、はい、トライアンフ、はい、と SR がメインで、その2台が主軸として、そちらを主軸にてて、その他も店舗が広くていろいろやれる幅もあるので、はい、いろんなバイクを半々ぐらいのまんべんなく置いてます。ありがとうございます。僕ちょっと知識疎くって、はい、すごく失礼な発言してしまうんですけど、はいはい、SR ってどのような、はい、SR は姿なんでしょう？ヤマハのこういった、はい、こちらですか？正面の、はい、換気口すごいシンプルなバイクなんですけど、はい、僕はもともとお店始めた時は、はい、このバイクを主軸に販売だったりそのカスタムを受け付けして、はい、ありがとうございます。ちょっと気になる単語があったんですけど、はい、そのトライアンフっていったものをこちらの動画で初めて耳にする方に向けてご説明いただきたいんですけど、はい、トライアンフっていうのはもともとイギリスで生産されてるバイクで、はい、でちょっとまあ今これだと全部分解されちゃってるんですけど、はいはいはい、表出た方が、あ、はい、よろしくお願いします。この辺がうちのトライアンフの在庫してるベース車なんですけど、はいはいはい、日本で乗られてて、はい、ベーシックなのはこの2気筒のツインのバイクで、うんうん、なんて言うんでしょう、国産バイクの、はい、結構もうベースとモデルとなったバイクっても言っていいぐらいの元祖みたいなバイク。元祖、はい、あれですね、クラシックとかレトロとかいう単語でくくりたくはないんですけども、はい、オーラがちょっと違いますね。そうです、なんか街中で見かけないというか、ただ乗られてる方もやっぱり日本ではまだまだ少ないので、い、うん、僕は、まあ、自分のバイクで所有して一番今までで面白いなと思うようなバイクなんで、うん、ちなみにどんなところが所有されて面白かったですか？本当やっぱ古いバイク、まあ、気使いますけど、はい、やっぱ遅かったり、うん、で何かしらその乗るのに苦痛だったり苦労があると思うんですけど、はい、まあ、もちろんトライアンフも言ってしまえば欠陥品みたいなバイクなんで、欠陥品、
はい、いやでも正直なご発言で、はい、それをしっかり直して、はい、いろんなところに詰めてあげることで、古いバイクなので結構飛ばして走れたりとか、はい、スポーツ走行もできたり、うん、はい、あとはやっぱその今のバイクにはない鼓動感だったりとか、はい、排気音だったりとか、うん、そういうのがすごい魅力的だと思います。ありがとうございます。なんか多分映像でもお伝わりしていることと思います。本当に目が泳いでいらっしゃらないですよね。全部自分の言葉でお話しされてて、すごくもうバイクが根本からお好きなんだなっていうのがすごく伝わってきてます、はい、正直あの店舗入った瞬間から空気感違うなっていうふうに感じていて、はい、熊谷さんが営業の方っていうよりかはどちらかというと職人さんというか、そういうふうに僕には映っていて、はい、このお話からつながるのもおかしいんですけど、はい、今この店舗60近くの、はい、保有数があるということなんですけども、はい、全て熊谷さんがメンテから、はい、販売からご担当されて、はい、そうです。いや先生、これなかなか驚きのご発言ですよね。いや、なかなか一人だ。これ、あんまりこういう言葉使いたくないんですけど、やばい人ですよね、本当に。いやいや、汗すごいですよ、僕。でもあのバイクとかは整備とかきっちり分かってる方に売っていただくっていうのが多分お客様として安心感があるかなと思うので、多分かなり任せてね、お願いできる方だと思います。僕だったらこういったスタッフの方から買いたい。これ本心ですよ、本心ですよ。ちなみに、はい、あの初めて乗りたいんですけどっていう方って、はい、結構いらっしゃいますか？います、はい、乗り換えたいっていう人とどちらの方が本当は乗り換えの方が多いは多いですね。1台目からトライアンフはないと思うよ。アジアのがそうです。あ、そうなの。はい、1台目免許取れる前にうちで購入されて、そう、乗りたいと思って免許取って、ね、そうです、ね、はいはいはい、でもなんかその前に免許取っても全然楽しめるような1台だと。やっぱうーん、人によります。あとは最初どれだけお金かけるかなんですけど、どうしてもうちでしっかりオーバーホールとか整備させていただいても、はい、全部が新品になるわけではないんで。なるほど。例えばその金属疲労で、はいはいはい、結局5、60年前のバイクで普段普通じゃありえないような、はい、その金属の破断だったりとか、はい、そういったのも出てくるんで、あ、その時に、はい、なんて言うんでしょう、そのトラブルですらちょっと楽しめるというか、はいはいはい、その感覚大事ですよね、だから絶対はないじゃないですか。そうですね、やっぱり車に保証書がついてたりするのも、はい、メーカー側がいつか絶対壊れるから、はい、こういったものを準備してるんですよって、はい、そういう部分も楽しんでこその、はい、そうですね、言動付きのものだと思ってるので、はいはい、俺はやっぱりワクワクしますよね、そこの部分を楽しめる方にとっては、はい。あとはうちは基本その修理カスタム、今だと買った人じゃないとダメみたいなとこ多いんですけど、うちはそういうのはなく基本、ああ、他社さんでも持ち込みして、そうです、ね、OK ですよね、はい、ワンオフパーツの製作とか。ワンオフやられてるんですか？そうですね、マフラーとか、はい、あとタンクとか、はい、一つ一つ加工してつけてるんで。加工してつけてる、お伺いしても。まあこのタンクにしても、はいはい、結構前に作ったやつなんですけど、はい、ノーマルだと、ノーマルだとこの大きさ、はいはい、結構ボテッとした大きさなんですけど、うん、それを切って、はい、6ピースぐらいにして、で板金して小さくしたのがあのタンク。え、でタンクを一回り小さくしたりとか、大きくっていうとちょっと、まあ、できないことないんですけど、はい、めんどくささも、まあ、時間とお金かかっちゃうんですけど。初めて聞く技術でしたので、うん、びっくりしました。でここまであのお伺いしたお話っていうのは、はい、全部熊谷さんが僕が、はい、やってます、はい、販売整備、まあ、定期メンテ、はい、ワンオフ製作、はい、まあ、塗装系も含めて、はい、全部熊谷さん、はい、やばいですね先生。ここまでワンストップの方を取材させていただくのってどんな前には荷が重いというか。この辺って年式ってどれぐらいのものなの？年式はこれは1952年。1952年、はい、ここでは61年、1960年、ここは大体60年代半ば、はい、
部品とか出るんですか？部品は出ます。あ、出る、はい、これは今でも乗れると。そうです、ね、ただそれをしっかり技術持って触れる人が少ないと、はい、そうですね。いや、これ実はこう好きな人にはこうたまらない動画ですよ今。あ、そういうことですか。僕がなんか不感症だっただけです、本当。トンガマンの年齢にはちょっと響かない、はい、いや、だって僕が生まれてくるより相当前ですよ。おじいちゃんぐらい。はぁ、ちなみに熊谷さんって今おいくつでいらっしゃるんですか？僕32です。32、はい、それでもだってもっと前なわけじゃないですか。はい、どういったところからハマられたんですか？はい、っていうことがあるんですけど、はい、もともとその柔道整復師っていう整骨院とかをやれる国家資格の専門学校行ってて、通学でバイク、まあ、うちの父がバイク屋だったので、はいはい、うん、通学のためにただバイクの免許を取って通学のために、はい、そしたらどんどんハマっていって、はい、ちなみにお父様もこういったバイク乗られてたんですか？うちの父はあの、はい、もうずっとモトクロスで、はい、モトクロス、国際 A 級でレースとか出てた人間なんで、はい、全く興味がないんで、はい、ちょっと畑違いではあるけども、そうですね、同じ人間にハマったと。そうですね。なるほどなるほど。なんかあれですね、ここからどんどんお話をお伺いしてると、これ多分1時間とか2時間じゃ済まない内容だと思うんですよ、ね、多分これは雑誌一つ作れるぐらいの内容だと思ってるんですよ。詳しくはやっぱり直接店舗にご連絡いただいて、はい、初めての二輪です、はい、でもしくはちょっと二輪慣れたから、はい、と昔前の、はい、こういった元祖っていった車両にも乗ってみたいよ、うん、はい、でそこで悩んでます、ちょっと不安なことがあります、はい、問題解決につなげたいなっていうお客様はぜひ熊谷さん宛てにご相談をしていただけるのがベストなのかなと思います。はい、ということでご担当の熊谷さんにこちらの店舗についていろいろとお話を聞かせていただきました。本当に愛が深くて、あの僕気軽にちょっと聞けなくて、オーラにやられました。いやいやいや、このすごい専門的な界隈にもかかわらずすごく言葉そして知識に余裕があって、あの安心感に包まれてるっていうか、ぜひ二輪についてお悩み事がありましたら概要欄にタンディさんの URL 貼らせていただいておりますので、熊谷さん宛てにご連絡ご相談いただければと思います。こちらの動画が参考になったよかったよと感じていただけた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。あれ、本当にバイク運転してもないないです。ない、原付の免許しか持ってなくて。ああ、でもあれじゃないですか、YouTube の企画でハイエースにバイク積んでダートのコース行って、もっとこれは面白い、うまい振りがうまい振りが入りましたけども、ダートトラックって言ってただのフラットのダートのオーバルをぐるぐる走るんですけど、はい、オーバルっていうのはコースみたいな。コースですね。ちなみにあの素人目の意見なんですけど、はい、熊谷さんぐらいバイクお好きな方でしたら、はい、移動も二輪でいいんじゃないのかなって思っちゃうんですけど、はい、それをハイエースにした意味っていうのは何ですか？僕普段例えば旅行行くとかって言ってもあんまりバイクで行かないんですね。あ、そうですね、はい、ハイエースにバイクと自転車を積んでどっか遠い地域に行って、はいはい、でそこの街並みを楽しむというか、あ、僕はそのツーリングも好きだけど、はい、やっぱその道中なんて言うんでしょう、車の方がいろいろ物も積めるし、その辺ハイエースがもうずっと楽なんで、まあ、そこはバイク乗りタイプ分かれると思います、はい、バイクをひたすら乗るのが好きって人と、僕なんかはどっちかっていうともうロングツーリング苦手な方なんでぶっちゃけますね、めちゃくちゃ正直でもそれはもうみんな知ってます。あ、そうですか。みんな知ってます。その長距離好きと近場好きと分かれるんで、 あれですね、お伺いしてる限りだと、はい、まあ、バイクは移動手段っていう優先じゃないですね、はい、僕、まあ、お店自体、はい、うちはバイクは移動手段っていうよりかはもう遊び道具の一つとして、あ、なるほど、はい、捉えてます。はい、ありがとうございます。コース連れていくと道路乗んなくなるお客さんが結構いますね。ハマっちゃうと。そういうことですか。